こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回はブータンミュージアムより新しい展示についてお知らせいたします。まずは新テーマ展、ブータンの食文化についてのご紹介です。ブータンの人はどのような食べ物がお好きなのでしょうか。そしてどのように食品を手に入れているのでしょうか。日本の食文化と比べて似ているところ、違うところをパネルで説明しています。ちなみにブータン人は辛いものが大好きです。日本のように出汁をとって複雑な味付けで料理をすることはありませんが、唐辛子とバター、チーズをふんだんに使う料理は素材の味を生かしてうまみたっぷり。日本でもおなじみの食材が多く使われています。唐辛子はブータン料理には欠かせません。収穫の時期を迎えると天日干し中の唐辛子で屋根が真っ赤に染まります。唐辛子、それはブータン人のソウルフードなのです。ブータン人はお酒も大好きです。アラという自家製の蒸留酒が有名ですが、地ビールも何種類かあり、辛いブータン料理と一緒に飲むとたまらないとか。ブータンでは伝統的に家族みんなが集まって床に座り、手を使って食事をします。最近はテーブルに料理を並べ、椅子に座ってスプーンや箸で食事するスタイルも多く見られるようになってきました。首都にはおしゃれなレストランが増えてきました。観光客向けには辛さを抑えた料理を提供してくれます。ブータンから輸入した蜂蜜や松茸も展示しています。続いて栗田文庫について紹介します。2018年夏、国立民族学博物館名誉教授の栗田康之先生より600点を超えるブータンや周辺地域に関する文献資料を寄贈いただきました。大変貴重な資料ですので、ぜひ皆様にもお役立ていただきたいと一般に公開をしております。23のジャンルに分類して分かりやすく展示をしていますので、ご興味のある方はぜひご利用ください。貸し出しも行っております。